海門橋。海門橋とは、一級河川中川の川口付近を都下し、茨城県日立中市海門町と、同県東茨城郡大洗町、磯浜町とを結ぶ道路橋。橋町407.8メートル、福七7.5プラス2.0メートル、高単純下地ランガー、高単純合成番桁の道路橋。史上3回落橋しており、 現在の橋は5代目にあたる。4代目の流出以来、約20年間は再建されずて小ゲッ線により、連絡しており、自動車は 1.6km 上流の港を橋へ、迂回していた。1952年の道路整備と区別、措置法制定により、茨城県が有料道路の建設を計画、1五十六年に発足した日本道路公団が継承して、 茨城県中港市、現、日立中市と茨城県東茨城群大洗町を結ぶ有料道路として、1957年9月14日に着工、1959年6月30日に竣工し、1959年7月21日より供用開始した。召喚期間は30年間の予定であったが、生活道路としての性格が強かったため、 1979年、昭和54年3月1日に、茨城県と中港都市と大洗町が未償還金を負担し、茨城県道108号中港と大洗線の道路橋として無料化した。また、漁師長官を結ぶ観光道路としても重要である。この地域で盛んであった、遠洋漁業の漁船が橋の下を通過できるように、中央景観を90メートル。 桁下を15メートル取っている。橋脚は12機ある。中川河口では、少なくとも近世には、港村辰野口と、磯浜村岩井町、海門橋とほぼ同じ位置の間を結ぶ渡し船が、辰野口都船内市は、岩井町都線の名で磯浜村の岩入寺によって、営まれ、高下年間、1844年から1847年からは、水戸藩の運営。 軍部業所に移行した。当時の都選について、中高名所図画は、ミニ、東海道6号の私に、列ラスト運と記しており、慶応元年、1865年の記録によれば、無賃の乗船客が1万5886人、有賃の乗船客が22万92人であり、荷物を運ぶ馬も渡っていた。なお船賃は、天保年間、 1830年から1844年には5から6分、慶応年間1865年から1868年には十分であった。都線を待つ人のための茶屋も開かれ、周辺はにぎわった。明治維新により繁栄が終了すると、港村と岩井町の共同運行という形になり、実際には港村で入札を行って、受け負い人を決定した。 1887年、明治20年頃になると、港村の有志が中川河口に河橋を目指して、河橋組合を結成するに至り、1893年、明治26年には、港町、港村が、調整志向へ河橋を請願した。これを受けて1894年、明治27年12月に、橋の建設工事に着手し、 初代開門橋の開通式が1895年、明治28年11月9日に行われた。初代開門橋は、木造の鎮取橋、有料の橋で、長さは120百218.2メートル、幅は2三3.6メートルであった。また船が通行できるように開閉が可能であった。なお、開門橋の命名者は不明である。 初代の開門橋は開通した翌1896年、明治29年9月に、洪水で流出した。そこで二代目開門橋が1898年、明治31年3月に、再び鎮取橋、木橋として架け替えられ開通した。この橋の開通により、中港と磯浜、鉾田、鹿島方面を往来することが容易になり、 港町から海門橋を使って磯浜経由で、水戸市に至る乗り合い馬車を営む者が現れた。1910年、明治43年8月の洪水では一部損傷を受けるが持ちこたえ、1913年、大正2年に海門橋組合から茨城県に移管し、無料通行となった。1917年、大正6年10月1日の洪水で、 橋は再び大きな被害を受けたことを受け、茨城県は二代目より上流側に三代目の橋の建設に着手することにし、1918年、大正7年3月に寄港、同年12月22日に三代目開門橋の開通式を挙行した。翌1919 19年、大正8年秋に、水戸、戸、大洗を旅行に訪れた、よさの秋子は、 海門橋で短歌を二種読んでいる太陽とバラ書集。また田山家体も海門橋に言及している。1926年、大正15年9月26日15時30分頃、数日前に発生した漁船の衝突事故と海虫による腐食が原因とみられる脱橋事故を起こし、通行中の女性3人と入馬者1台が犠牲になった。損傷箇所は、 陸軍水戸工兵隊により修復された。補修費は19万円であった。補修を終えた三代目の海門橋は、漁船が衝突すれば橋脚が折れ、橋上を自動車が通れば橋板が抜けるというありさまであったため、1927年昭和2年度に新橋建設を茨城県議会で決議し、ぎし、1928年昭和3年12月に起工式を行った。 1930年、昭和5年11月19日に、岩井町で開通式を挙行し、永久強化を起とした4景観、コンクリートアーチ橋として4代目開門橋が完成し、鉄道道路併用橋として、水品電車、後の茨城交通水品線の路面電車運行も開始された。長さは196.5メートル。 幅は10メートルで総工費は37万5千円を要し、完成した橋を見た人々は、虹の架け橋と呼んで絶賛した。しかし、架橋時点ですでに傾いていることが工事関係者の間で知られており、直木賞受賞作家の小山糸子は、四代目海門橋の建設工事に際して基礎歪みが生じたことを題材に、小説、海門橋を執筆している。 1931年、昭和6年3月には一週間水品電車を運休させて橋面の亀裂補修を行い、4月には5万円をかけて橋の沈下防止工事を施したが、橋が維持されたのは奇跡だったと中港市は記している。1931年、昭和6年8月に、港人城高等小学校、現、 ひたちなかしりと第一小学校の女子児童が行った交通量調査によると、開門橋の通行者数は一日七千九百四十人、水平電車、バスなどの乗客を含むで、水平電車は十一台通過したという。九百三十八年、昭和十三年六月三十日午前零時頃、警鐘が鳴る中、四代目開門橋は大きな音を、 立てて落橋した。設計時の地質調査に問題があり、3基ある橋脚の内中港側の2基は深い計損元であるのに対して、大洗側の橋脚は浅い位置の中間砂層を支持地盤とした松ぐい基礎とされた。このため洪水時に大洗側の橋脚が点灯し、引きずられる形で全体が連続的に倒壊したものデる。 完成直後から橋脚に歪みを生じていたことは、当時の写真から明らかになっており、日本の土木技術史上大きな教訓を残した。洪水による落橋とされるものの、落橋時の増水は2メートル程度であり、中川上流に架か,かる水夫橋や千歳橋では8メートルの増水でも、微動だにしなかったと、茨城整形時報の記事、洪水は恨みは不可視界文京に記されている。 落橋後、中港町と磯浜町は、それぞれ別個に都線を運行するようになり、1943年、昭和18年から1945年、昭和20年までは中港町へとなった。落橋の残骸が漁船の通行を妨げるとして、7月1日から1週間をかけて、水戸港兵隊が爆破を行った。その後、茨城県は、 釣り橋として再建することを提案するも、中港町と磯浜町は、大戸さんが通れる幅しかなかったことから反対し、1940年、昭和15年3月頃に、急業客を利用して、仮橋を架けることに決まり実際に工事が始まったものの、1941年、昭和16年7月の洪水で流出した。海門橋の消失は、 交通条件の悪化という実利的側面だけでなく、地域のシンボルの喪失という精神的側面からも大きな課題であったが、再建されることなく、終戦を迎えることになった。戦後の都線は、多摩数年は中港町、後に中港市、奇数年は磯浜町、後に大洗町が運行するように変化した。年、昭和年月、 中港、磯浜、平磯、下尾野の市長が連名で、門橋建設の陳情書を、茨城県議会議長宛に提出し、1950年、昭和25年8月には、中港町長が単独で、茨城県知事に陳情を行った。1955年、昭和30年には、開門教科協を公約に掲げた、宮原昭介が市長選を制し、 関係各所への陳情を繰り返した。しかし1952年、昭和27年8月2日に竣工した、港大橋の建設陳情時に、港橋一本あれば、十分としたために建設省で、その点を追求され、建設への道はなかなか開けなかった。それでも宮原市長は、大高康市、武藤浄介両国会議員へ協力を依頼し、 建設予定の東海原子力発電所による交通事情の変化を見越した橋の必要性を訴え、大洗町側でも陳情を繰り返したことから、1955年、昭和30年10月23日の茨城県議会で有料橋としての説が認可された。百五十七年、昭和十二年三月十七日、中港四龍の口で非公式を行い、 五代目の橋の建設に取り掛かり、7月からは日本道路公団が工事を担当するようになった。地盤が悪く、橋脚が岩盤に達することが困難なため、軽損工法を採用し、下部工事だけで1年3ヶ月を要した。上部工事は1958年、昭和33年2月に始まり、1959年、昭和34年4月に完了した。これと、 並行して、取付道路の建設が行われ、1959年、昭和34年6月30日に、全面舗装が完了した。総事業費は3億3500万円。作業員は、延べ7万87人で、工事中に3人の作業員が命を落としている。こうして4代目の流出から21年かかって5代目開門橋が、完成し、1959年、 昭和34年7月20日に、茨城県立中港水産高等学校、現、茨城県立海洋高等学校で1200人が出席する盛大な開通式が挙行された。中港市民による祝賀行事は4日間続き、祭りの屋台を引き出す町もあった。開通時は有料であった。橋の開通と同時に、中港市と大洗町が、 各年交代で運行してきた都線が姿を消した。1959年、昭和三十四年の五代目開門橋開通時点で、まだ水品線は存続していたが大洗が終点になっており、五代目の橋は道路専用橋として建設されて再びこの橋を電車が渡ることはなかった。四代目橋は五代目開門橋の下流川の位置にかかっており、大洗側の川岸には、 残骸が残っている。1980年昭和55年3月に日本道路公団から茨城県に移管し無料開放された。1980年代の開門橋の通行台数は1日約5000台でうち4割を貨物自動車が占めていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。